今日はね、このファーウェイのノバライトをね、ちょっともう1週間ぐらい使ったんで、ちょっとインプレをね、お話ししたいと思います。これまずですね、これノバライトっていう名前なんですけど、このこっちのノバよりねでかいんですよ。見てください、でかいんですね。こう見えるかな、こんな感じ。ノバよりでかい。ノバはね5インチなのにね、ノバライトはね 5.2 インチなんですよ、このディスプレイ。これね、これはちょっとね、初めね、あ、ライトなのにノバよりでかいんだと思ってね、俺はちょっと驚いたんだけどね。さて、とりあえずね、この外観的に見るとね、このライトはね、この背面がプラなんだよね。で、こっちは金属。ノバはね、金属でね、やっぱちょっと高級感があって、こっちはちょっとカジュアルな感じ。で、ライトの方もね、これ、裏にこう、背面にこの指紋認証があって、普通のノバのじゃない、ファーウェイの端末みたいに、すごいスピーディーにアンロックできるんでね、これすごいですよ。これは、値段を考えるとね、結構すごいなと思います。あとこれ USB に関しては、こう、ご覧の通りですね。USB-C ではないんですね。まあね、2万円ぐらいの端末なのでね、ちょっとね、コストを削減したかったのかなと思います。まあ実用的に、特に問題があるようなところじゃないんでね、いいんですけどね。あとね、この本体のスピーカーなんですけど、ここを見ると、こう、左右に、ホールがあるんでね、ステレオかなとも思っちゃうんですけど、実はね、こっち側からしかね、音が出てないんですね。多分モノラルなんだと思います。ディスプレイの表示クオリティもね、結構悪くなくて、前ね、ASUS にゼンフォン GO っていうモデルがあったんだけど、ゼンフォン GO はね、値段が2万円ぐらいですごい安かったんだけど、ディスプレイのクオリティがちょっとそんなに高くなくてね、ちょっと長時間使ってると疲れるようなところがあったんだけど、ノバライトはね、そんなことがない感じです。で、値段がこれ普通の流通に乗らないっていうか、単体で小売店単体で小売店とかではね、なんかあんまり売られないみたいで、 MVNO 業者の流通でこう流れる、売られるみたいで、大体回線と一緒に購入するっていう、楽天とかの回線と一緒に購入するような形になって、多分本体自体は2万円から2万4千円ぐらいになるんじゃないかというようなことなんですよね。これやっぱり2万円ぐらいで、こんなしっかりしたものができるってすごいなってまず思います。2万円とは思えない、2万円そこそことは思えないクオリティですよ。この表示クオリティといい、指紋認証といい、スペックに関してはね、この辺にちょっと表示される、もうすぐ表示される予定なんで、ちょっと見てください。で、こうパフォーマンスなんですけど、これベンチマークをすでにねアップロードしてあるんだけど、結構ね、このとても2万円前後とは思えないすごい性能で、アンティスベンチマークの方が本当にゼンフォン3に迫るような数字を出してて、3D の性能はね、そんなに出てないんだけど、まあ今のスマホってね、あんまり 3D の性能って使われないんでね、まあ何の問題もないとは思いますけどね。もうスマホのゲームとか 3D 系のゲームとかほとんど見ないからね。で、次カメラね。カメラはね、これね、ちょっとカメラがこいつにとってはね、ゼフォンじゃないよ、ノバライトにとっては、ね、微妙な弱点といえば弱点なのかなっていうところですね。まずね、普通のこう写真撮った時にね、ちょっとコントラストが薄い気がするんだよね。実用的にはね、別に対して
問題にならないと思いますけど、あとなんだちょっとね、多分レンズのね、この表面の仕上げとか、ちょっとね、指紋がつきにくいとかいうのもあると思うんだけど、ちょっとね、ハレーション、夜に逆光で撮影すると、ちょっとハレーションが出る感じでね、ちょっとふわっとしちゃうのがちょっと残念です。そういうね、まあ、厳しい、状況以外ではね、まあ、ごく普通に写真が撮れます。ただ、微妙に残念なのは、まあ、動画撮影とかで 4K に対応してないんですね。まあでも2万円ぐらいのスマホだから 4K に対応しなくてもしょうがないよねっていう感じではありますけどね。このじゃあそろそろねちょっとねこれをまとめに行きます。ねこれね本当にね2万円そこそこのスマホとはね思えないぐらいねすごいポテンシャルだとなんですよ本当に。他の追随を許さないっていう言葉があるけど本当に現状では他の追随を許さない感じなんですよ。まあ、弱点らしい弱点っていうのはさっき言ったカメラがちょっとね暗いところで逆光で写真撮るとハレーションが出やすい気がするとか、そういうぐらいの感じでね、あとまあそのぐらいまあ 4K に対応しないとかね、まあそういうのはしょうがないな、値段的にもしょうがないなっていう感じだと思うんです。ちなみにね、このなんでこのスマホ、本当にこの、このぐらいの性能のスマホって本当に3万円はするだろうな、3万円ちょっとするだろうな、Zenfone 3が3万8000円ぐらいだからね、3万円ぐらいはすると思うんですよ。それがなんでね、こんな安い2万円そこそこでできちゃうかっていうと、これね、こいつが使ってるプロセッサーはキリンっていうプロセッサーなんですけど、このキリンっていうのはファーウェイが自社で製造してるのね、自分とこで持ってるのよ、プロセッサーを。だからね、他のメーカーが例えばクアルコムのプロセッサーとかを使うより、ね、コストが安いんだ、コストが安くできちゃう。そういうところでね、ファーウェイはコスト競争力を上げてるっていうんですかね、そういう感じで、まあ、今までねそんなにキリンを搭載したスマホはファーウェイ作ってたんだけど、安い、安いなっていうか、それがね価格戦闘力に向けられたことって日本ではあんまりなかった感じがするんだよね。それは例えば逆にファーウェイはね P9 とかオーナーとかちょっと高めのスマホをね日本ではよく売ってたんでね、こういう安いセグメントに本気で攻めてきたっていうのはちょっとこれノバが初めてなんでね、まあこれが本当は一番ファーウェイの怖いところ強いところだと思いますけどね。もうまあこれ、まあ、発表会ではこうヤング向けセグメントヤング向けセグメントっていう話をしてたんだけど、単に安いだけじゃない、安いだけじゃない、もうそれでその値段セグメントの中で納得のいく性能を出しているところがやっぱりすごいね。で、まあ、結論的に言うとやっぱり今ねこう安くてこう使えるスマホをちゃんと使えるスマホが欲しいっていう人にはものすごいおすすめだと思いますよ、これノバライト。まあね、このさっき言った通りこいつの利点っていうか、この価格を実現してるのはプロセッサーを自社製造してるっていうことにちょっとね大きく関係してると思うんで、他のねライバルって、ね、ちょっとなかなか出てこないんじゃないかと思います。だからねしばらくこのねノバライトってすげえベストセラーになっちゃうんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしこの動画がね気に入ったらチャンネル登録とかグッドボタンのクリックお願いします。またね。チャンネル登録